まずはパリーグ、首位ホークスが先週日曜日から4勝1敗着実に勝ち星を重ねて優勝マジック点灯しまして現在14まで減ってます。イーグルス引き分け挟んで9連敗中、ライオンズ先週日曜から3勝2敗1分け、ライオンズが2位に浮上してイーグルスが3位に転落となりました。4位バファローズは2勝4敗、6位マリーンズが3勝3敗というふうになってます。厚別区のハムガオラーさん、はい、ランチャフチこんにちは。毎度いつもお昼時ジュースを吹き出しそうになりながら聞いてます。今日はもうごくごく飲めたんじゃん。ごくごく飲めたのかね、うん、どうなんでしょうか。あの僕の意見に賛同していただければね、楽天さんはズルズル落ちてますねと、一体どうなってるんでしょうかというふうにちょっと。いやこれ怪我人も出たしさ、はい、これチーム内ちょっとあまりいい状態ではないね。今引き分け挟んで9連敗中なんですけども、うん、ここ17試合が1勝15敗1分けという、これも最悪の状態だ。すごいですねこれはね。いやそのね、はい、あのチームの悪い空気がアマダーに出てるやん、はい、あ威嚇行為でね退場となりましたけどもね、うん、退場ですよあんな威嚇行為もええとこやで。はい、そうですよね。あんな打ってる時陽気やったのに。そうですね。でな、アマダーで、アマダーの個人の事情で言うと、はい、ウィーラー来年もあるでしょう、はペゲロ来年もあるでしょう、はい、アマダーチョブラリンやんちょっと。はあ、ほんならもう結果出えへんかったら、はい、すごくこう責任っていうのは、はい、助っ人外国人結構向けられるから、はい、ほんでこう外国人枠考えるとアマダーがすごく厳しい目で見られるやん、来季の契約と思えば。なるほど、フラストレーション溜まってんやろな、ね、4番にあの時も入ってね、もともと噂がね前ですよね、前のピッチングでねインコース投げてちょっとザワザワっとして、うん、で東浜の時にチームは違いますけどまたインコース攻められてというね、うん、お前さん強打者やったらインコース来るに決まってるやろって話やん、ね、それやったらお前当たんの嫌だ、腹へこめろよ話やろまあ腹というか胸元というか顔あたり、腹やあれも、まあ、ウィーラーが必死に止めてたっていうのがね印象的でしたけども、気持ち分かるからやろね、はい、まあ、27イニングタイムリーがないということで、もうやっぱりちょっとね、7月ぐらいから怪我人がやっぱりね、うん、バッと出まして、うん、そこからだんだんちょっとね全体的に調子を落としていって、で外国人の不振があって調子の波がみんな同じでガタッと落ちちゃったという、うん、でもきっかけ松井裕樹へこんだ時やろ。ああ松井裕樹はそうですね、松井裕樹は7月27日抹消ですからね、もうそれぐらいからもう結構バタバタしてるやろ。藤田、岡島、ペゲーロ、松井裕樹、今江、うん、で茂木は戻ってきたりしましたけども、やっぱりそのね勢いが戻ってきたからといってすぐ打てるかっていうとまた別ですしね、あの結構周りがこうカバーしなきゃってなった時に、体にムチ打ったんやろ ねペゲーロがいなくなったっていうのも痛かったしというね、ゲロゲロ、はい、ゲロゲロですよ本当に。もうねそんな感じで、でもさ、はい、あの東北の方もしラジオ聞かれてたら言うのもなんですけど、この現実は受け入れなきゃいけないと、うん、受け入れてもう短期決戦でもう食うて回しかないんですよ。いやまだね、うん、2位を諦めたわけじゃないですよ、はい、1位を諦めたわけじゃないですよ、うん、でもその現実が目の前にあるんやったら、はい、今やるべきことは何だというのをやるしか、はい、うん、数年前のロッテのことを思ったら3位に行ってから下克上やってるやんか日本一ね、うん、はい、で2位のチームが何回日本一に輝いてる、はいはい、まあ、そういう事情があるので、うん、今調子悪いけども後々に、はい、調子悪いのが嘘だったかのように、それと8月で良かったよねってなる、なるほどなるほど、うん、これ9月の末にこの状態だともうお手上げやで、はい、じゃあこれ またラストスパート最後ねかけれるもん、かけたいですね。梨田さんなんかね、梨田監督はなんか考えてると思うね。そうですよね、俺はそう思う、そうしてほしいですよね、うん、ホークスがまあ3年連続80勝ということで、まあ、ホークスもねチーム状態いいわけではない、あの打つ方がね松田とかはちょっと元気ないし内川もいないしっていう中で、うん、まあ、ピッチャーがねやっぱ安定してるっていうのがね大きいかなというふうに思いますわね。はい、ファルケンボーグ、ファルケンボーグ誰なだいぶ久々の名前出てきましたけど、ファルケンボーグがすごい、いやバンデンハーク、ファルケンボーグがすごい、バンデンハークね、あとサファテね、二人合わせてファルケンボーグ知らんわろ本当にもうびっくりした、久々に出てきましたけど、あの二人すごいな、はい、ファルケンボーグもセットポジションの時にあの重力では考えられない角度でいつもセットポジションしてたけど、知らん、もうそうでしたけどもね、大きかったですけど、バンデンハーク強いな。まあね、あと東浜も頑張ってて、千賀もいて和田も戻ってきてと、うん、いう中で中継ぎ陣がね、いやサファテがプロ野球タイの46セーブと
というふうになりまして、今日セーブ収めるとプロ野球新記録ということで、もう50いくやん、もうもういくやし、行ったらよろしいやんという、すごいやん、すごいです、強い抑えはやっぱ強いチームやわ、そうなんですね、うん、ほんで打つ方もね、ちゃんと若い選手うわ出てくる、まあまあ出てくるのはそうですね、うん、はい、左バッターで上林か、今シーズン引っ張ってるしやで、はい、だから主力がバリバリ調子いいっていうわけじゃなくても勝っちゃうっていうね、そうの厚さやね、そういうことですね、ほんまやね、そうだけにそうなんでっていうね。はい、何で今照れくさい、いや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 、今突っ込まれる前に何で自分で言うたん、いやいやいや、自分で出ちゃったと思ったからね、はい、お前ね、でセリーグですけれども、首位のカープは先週日曜から3勝3敗、2位のタイガース5勝1敗、現在5連勝中、1位と2位の差は 5.5 ゲーム、カープの優勝マジックは現在消えてます。3位ベイスターズ2勝4敗、4位ジャイアンツ5勝1敗、現在4連勝中で、3位と4位の差が 0.5 ゲームと、5位ドラゴンズ3勝3敗、6位スワローズは現在6連敗中ということで、ジャイアンツが盛り返してきて A クラスに入ろうかというところになってますね。これクライマックスすごいな、ね、そうですね、セントラルリーグ、はい、カープもだからね、簡単にやっぱり明日、ね、うん、優勝マジックを減らすということはできないと、うん、これ今日面倒さ投げんのやろ、面倒さがね、はい、出てきまして、確か今日投げるはずやろ、あれ今日投げるんでしたっけ、うん、今日面倒さ予告先発やね、はい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 、これ面倒さがもしいい結果出して、うん、なんかチームに活性が生まれると、はい、これ阪神これまさかの大阪チェンジ生まれるかもしれんね、うん、大阪チェンジ、チェンジ、大阪のチンジ、チンジ、秋のチンジ、秋のチンジ、チンジなんて言っていいんですか、いやもう大阪ビーボーはそれぐらい言わな、あ、そうです、阪神がすごいことになるとチンジになるから、あ、そうなんですか、うん、あ、まだいいよ、もう勝ってもらって、あら、そうですか、それ20年前も変わらないですね、せやで、もう俺はもう小学校の時からずっと変わらんから、変わらないですね、阪神が秋に強いとチンジやから、あ、そうなんですか。まあ、あんなこと言ったらね、まあ、なんとも言えませんけれども、でも、まあ、今これ、ラジオ聞いてる、あの、阪神ファンの人、みんなうなずいてるわ。あ、うんうんって。うんうんってなって、もう、たぶん、なんかめちゃめちゃうなずいてるやんか。なんか最近は形が変わったのかなと思いましたけどもね。全然変わってない。変わってないですね。私が関西にいた時も変わってないですね。うん、はい。ええ時も悪い時も、秋はチンジ。秋はチンジ。秋強いと。うん。まあ、それぐらい、あんまり過度に期待しすぎないという関西人の思うね。そうや、いや覚えてるやん、いやもちろん、だって阪神期待したらあかんねん、そっとしてる、期待しすぎたらがっかり感大きいから、そう、もう期待しないで、もう弱い弱いねんって言ってて勝った、お、そうや、勝ってるやんってなってね、スーパー謙遜が始まる、そう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 、いやいやこれすぐ息を終わるでって言っときながら、うん、実は期待してて、でも口に出さないで、9月に入ってからの居酒屋さんの阪神の試合のテレビ、みんな見て見やんふりしながら指の間から画面見てるやん、見てそわそわしながら、そわそわしながら、いやいや、そんな俺もう全然阪神見てないでっていうふりしながら一杯飲んでチラッと見せる。まあ変わってない関西はそうですよね、そう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 、それぐらいだから阪神に愛着あるということなんですが、面倒さがねファイターズからね、こういう形で、阪神へ移籍してっていうのは、ね、ウェーバーのルールってなんかいろいろあるけど、はい、トレードとなると例えば見返りの金銭があったりとか、はい、選手とかあるけど、ウェーバー方式っていうのはもうこの契約をそのまま欲しい人あげますよと、はいはい、でウェーバーにかけてもあの欲しいっていうチームがなかったら、面倒さに給料払い続けるのはファイターズであって、はい、ほんで自由契約にするのか、はい、まあまあリリースするのか、あのシーズン終わってのリリースに踏み切るのかっていうことなんでしょ、はいはい、うん、でもウェーバーということはこの契約を丸々だから空10、11、12これ4ヶ月の給料払うチームあったら差し上げますよ、うん、契約を譲渡しますよってことでしょ、はいはいはい、だから面倒さにとってはめちゃめちゃラッキーやね、ね、そうですよね、だってもう順位がさ、はい、短期決戦になかなか出れないとなってるファイターズから、はいはい、めちゃめちゃ熱い試合してる阪神やね、ええええ、そして本人はこの間ね最後いいピッチングして、うん、いい形で調子上がってんねん、いい形でタイガース行って、うん、で今メッセンジャー骨折してね、うん、今いないっていう中で本当に救世主になれるかもしれないと、セントラルリーグは系統早いから、はい、面倒さ二回り強いやん、あ、そうやろ、じゃあもうバリバリパワーピッチでね行ってええねん、もう阪神の縦縞やけど、はい、胸のボタン絶対閉めんなよそこ変わらず、そこ変わらずいかな、ヒラヒラさせながら、ワイルドでね抑えたらみんな3時や、はい、もう大阪関西エリアで胸ボタン開けたファッション入るかも確かにすごかったらね、うん、面倒さがすごかったらね、はいはい、せやけど面倒さに言うとかなあかんことは、はいはい、ノックアウト食らったらもう外歩かないで確かにね
胸ボタンめちゃめちゃ締めやなあかんねん。そこはね、確かに中途半端はないですからね。三時か日なんかのね。大変なことになるから。そうですね。でも面倒さだったらやってくれると思いますんで。モニカ夫人が大変なことになるから、もう今、お産のため帰っててよかった。メキシコへね。メキシコ帰っててよかったわ。ね、はい、うん。そうですよね。そう。パパ一人頑張ってください、関西でと。大変なとこ行ってるからいやでもなんか やりそうなねやりそう気がする。あのやっぱりこの間のピッチングを、うん、なんで最初からできんかったのっていうこの年ね、こっちはね、こっちは思うんですけど、ファイターズファンはね、だって一切笑顔を見せなかった面倒さのピッチングはなかったよ、ね、いやーだからね、ほんまやね。で去年もあえて途中中継ぎでこう行ったりとかねした時のあのね、日本シリーズへのね、中継ぎ、もしかしたら2週間ぐらいで、うん、たこ焼きのコマーシャル出てるかもしれない面倒さ面倒さ、うん、面倒くさくなったらたこ焼き面倒さみたいなすごいやそれぐらい活躍してることを、うん、祈っております。本当にね、うん、ファイターズではたくさん、ありがとうございました。本当ありがとう面倒さ、頑張ってください、うん、ここまでプロ野球の1週間についてお伝えしました。